とにかく1日も早くやせたい方向けにダイエット1週間目に配布してます。13万人の方が登録してくれてる無料の公式 LINE、 無料の友達追加していただくとダイエット1週間メニューが全身バージョン、足痩せバージョン、お腹痩せバージョン、二の腕背中痩せバージョン、ふくらはぎ痩せバージョン全部もらえます。さらにダイエット習慣化のためのカレンダー、痩せない原因や早く痩せるための方法がわかるズボラストレッチ無料の教科書、すべて無料でプレゼントします。概要欄固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE のリンクをクリックして友達追加すればすべて無料でもらえます。痩せない女性の 99% は柔軟性に問題があります。特に背骨周りの柔軟性見落としがちな人が多いです。お腹周りの腰肉下っ腹痩せたい方はこれできないとやばいです。本気で痩せたい人だけメジャーを使ってウエストのビフォーアフター計測してみましょう。今回は二の腕背中ヒップアップ足痩せもできるメニューになってます。上向きに寝てスマホ持ちながら背骨の柔軟性チェックしていきます。膝90度に曲げて右に倒します。外もも床につけて膝同士つけたまま左肩が床につくか左の肩甲骨が床につくかですね、やってみましょう。膝同士は離さないで外もも床につけたままです。どうですか、つきますか？ OK。 そしたら逆側もチェックしてみましょう。膝は90度に曲げて左に倒します。外もも床につけて膝同士つけたまま右肩が床につくか右の肩甲骨が床につくかですね、チェックしてみましょう。これぐらい最低でできてほしいんですが僕もできないです。ビフォーアフターで比べてみましょう。まずは膝曲げたまま足を持ち上げて足パカしていきましょう。限界まで広げて内ももを使って閉じる、限界まで広げる、しっかり閉じ切る、これ繰り返していきましょう。ふう、ゆっくりでいいので普段動かさない範囲までしっかり開いて閉じ切る。余裕があればお尻をちょっと床から浮かせておくとお腹にも効いてきます。ゆっくりでいいのでしっかり開き切って閉じ切る。呼吸は止めないようにして内ももしっかり意識しましょう。ラスト1回いきます。しっかり閉じる、よし OK。 そしたら次この右足を大きく外回ししていきます。反時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。普段動かさない範囲で動かすことが目的です。ゆっくり大きくでいいですよ。でゴリゴリなるよって方は痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。呼吸は止めないようにしてもしきつかったらね再生速度調整したりとか途中でサボっても OK です。よし OK。 左足いきます。大きく外回ししましょう。こっちは時計回りです。ゆっくり大きく回しましょう。こちらも痛みがあれば痛みがない範囲で OK です。痛みない方はねなるべく大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。この反対の足はねこうやって立てておいてもいいし伸ばしておいてもどっちでもいいです。ゆっくり大きく回しましょう。最初にやった柔軟性チェック本当にね1回で変化出ますので楽しみにしていてください。 OK。 そしたら次は、左足を右にこんな感じでねじります。でこうやってねじった状態で大きく左足回します。反時計回りですね。大きく回す、外から内に向かって回す。これも腰股関節ゴリゴリ鳴るけど痛みない方は大きく回して OK、 痛みある方はゆっくり小さく回しましょう。でぎっくり腰持ちの人とかはもしかしたら怖さあるかもしれないので痛みなくても怖さがあったらゆっくり小さくで OK です。もちろん途中でサボっても再生速度調整しても OK です。よし OK。次逆側行きましょう。右足を左こっちに持ってきて大きく回します。こっちは時計回りのイメージですね。これも痛みある方はゆっくりね小さく痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はなるべく大きく回す。この膝がね床につくぐらいのイメージで大きく回しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。で最初に行った柔軟性チェックは枕なしの方がいいんですがこのストレッチ中はねこうやって枕やクッション頭に入れておくと、首への負担が減るのでおすすめです。よし OK。 そしたら次は
こうやって入れたまま、左手万歳して上半身ちょっと右に倒します。左の脇腹、脇の下伸びれば OK です。ふう、伸びますか。この指先を誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇の下、脇腹伸びれば OK です。ふう、伸びてますか。で、肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。で、どの方向が正解ってわけでもないので、ちょっとこうやってね、斜め前倒したりとか真上に向かって手を伸ばしたりとか、いろんな方向で脇の下、脇腹、ここ伸びるなーって位置探しましょう。 OK。 そしたら次は、右手万歳してちょっと上半身左に倒します。で、指先遠くに向かってぐーっと伸ばすと脇の下、脇腹伸びてくると思います。上半身をね、ちょっとこんな感じで倒して伸ばすと伸びてきます。脇の下、脇腹がちょっとごめんなさい、狭くてやりづらいんですが、こんな感じです。伸びますか、脇の下、脇腹。上半身をね、ちょっとこうやって左に倒してくださいね。伸びてくるはずです。目的は脇の下、脇腹伸ばすことです。で、この次の種目から右向きに横向きになるので、スマホを持って右向きになりましょう。そしたらこのスマホを床に置いておきましょう。で、膝だいたい90度ぐらいに曲げたら、膝同士離す、このお尻の横を使って膝同士離すイメージ。ふう、きつい。このお尻の横を使う感覚ありますか。ふう、頑張って。ふう、きつい。しっかりお尻の横意識して。スピードは重要じゃないです。こうやって空いてる手でお尻の横触って、このお尻の横がね、硬くなってる、動いてるなって感じあれば OK。NG パターンは、こうやって上半身が後ろに倒れちゃうと NG です。よっしゃ。OK。そしたら次は、左手を後頭部に当てて、この肘を床に向かってグッとつける。で、ゆっくり胸を開く。肘を床に向かってつける。胸を開いて、逆に背中を丸める、その繰り返しです。普段動かさない範囲で動かすイメージです。ふう、ゆっくりでいいです。なるべく胸を張る、ただ肩腰痛い方は無理しないでください。ふう、ゆっくりでいいです。これもスピード勝負じゃないです。きつかったら途中でサボってもいいですからね。よっしゃ、 OK。 そしたら次、この下の右足をちょっと前に出しておいて、左足真上に上げましょう。このお尻の横、硬くなってる、使ってる感覚あれば OK です。ふぅ、しっかり高く上げる。ふぅ。で、外もも前もも多少使ってもいいです。ただメインはこのお尻の横から脇腹にかけてですね、使ってれば OK。ふぅ、呼吸は止めないようにしましょう。きつい。はぁ。ふぅ、頑張って頑張って。きつい。ふぅ。で、再生速度ね、途中調整してって言ってるんですけど、再生速度の変え方わからない方、概要欄にやり方貼っておきますので、ぜひ見てください。よし、 OK。 そしたら次、膝こんな感じで曲げたまま、左手大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し、これイメージは指先を誰かに引っ張られてるイメージです。なるべく大きく後ろ回しましょう。で、僕みたいにこうやって狭くてね、手が当たっちゃうよって方は、手を肩に添えてこうやって大きく外回しでもいいです。肘をなるべく大きく回すイメージ。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで大きく回す。で、これもゴリゴリなって痛みがある方は痛みない範囲で OK です。よし、OK。そしたら次は右足前に出して、左足伸ばしたら左のつま先しっかり真上向ける。しっかり真上向ける。難しいこれ。お尻の横。ここ使ってしっかり前を向けて、ふう、呼吸は止めないようにして、お尻の横動いてる感覚ありますか。きつい。ふう、頑張って。はぁ、きつい。ふう、ゆっくりでいいのでしっかりつま先前を向けましょう。スピード勝負じゃないですよ。で、どうしてもきつかったらね、各種目の最後の10秒サボったりするとだいぶ楽になるのでおすすめです。まあ、このサボるのね、進めるトレーナーってどうなんだって話もあるんですが、まあまあまあズボラに行きましょう。 OK。そしたら、膝曲げたまま左手万歳して、内外にこうやってくるくるっとねじります。指先をね、誰かに上から引っ張られてるイメージでやるとより効果的です。しっかり内外ねじっていきましょう。
呼吸は止めないようにして、もし肩ね、痛みがある方、痛みない範囲で OK です。こうやって首がこんな風にすくんじゃうとね、肩凝っちゃうんで、この首はすくまないようにしてくださいね。ここ、こんな風にならないようにしてください。ふぅ。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、左足、こんな感じで前に出して、下の右足を上げる。内もも使って右足上げます。こうやって内もも触って硬くなってる感じあれば OK です。特にね、この付け根の脂肪気になる方多いと思うので、しっかり意識して行いましょう。きつい。ふぅ。頑張って頑張って。きついな。ふぅ。しっかり内もも使う感じありますか？で、もしこの体勢きつかったら、この左足、後ろについてこれでもいいです。目的は内もも使うことです。で、この次の種目から逆向きになるので、スマホ持って寝返り打ちましょう。逆向きになります。よし。じゃあ次は、スマホ床に置いておきましょう。膝90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。このお尻の横を使うイメージありますか？ふぅ。しっかり。ゆっくりでいいですよ。でですね、ちょっとね、さっきショックなことがあって、実はこれ撮影2回目なんですよ。僕さっきね、これ最後まで完走して、よっしゃ撮影終わったと思ったら、カメラ回ってなかったっていうね。これよくやるんですけど、ちょっとね、最近やってなかったのに久々にやらかしました。オッケー。次は、右手を後頭部に当てて、肘を床にタッチするイメージ。ゆっくり胸を張る。ここ伸ばす。肘を床にタッチ。ゆっくり胸開く。なるべく肘を後ろに持っていくイメージ。ぐっと胸開く。ふぅ。ゆっくりですよ。しっかり丸めて、ゆっくり胸開く。ふぅ。はぁ、きつい。呼吸は止めないで。で、これ肩腰、痛みある方、痛みない範囲で行いましょう。これもね、足がこうやって後ろに行っちゃうと NG です。足は固定したまま、肘だけ開くイメージ。OK。そしたら次は、左足、こうやって前に出して、この右足、真上上げましょう。上げる。このお尻の横を使いましょう。外もも前もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。きつい。頑張って頑張って。そしてまたあの、細かい話なんですけど、やっぱり最近ね、エアコン弱めにつけて撮影したんですけど、やっぱりこのエアコンの音がね、どうしてもマイクに入っちゃってるのが気になるので、今日からエアコン止めて撮影してますが、めちゃめちゃ暑い。皆さんはエアコンつけて実践してくださいね。よし、OK。ふぅ。次、こんな感じで膝曲げておいて、右手大きく、後ろ回し。指先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、なるべく大きく後ろ回し。で、うちみたいにこうやって狭くてこんなスペースないよって方は、手肩に添えて、大きく後ろ回し。これでも十分効果あります。ふぅ。肘をなるべく高く上げて、なるべくこう胸を開くイメージ。ゆっくり大きくです。スピード勝負じゃないですからね。ふぅ、きつい。はぁ、頑張って頑張って。ふぅ。よし、オッケー。そしたら次。左足前に出しておいて、この右足をつま先しっかり真上向ける。真上向ける。ふぅ、きつい。しっかり真上向けて、このお尻の横使う感覚ありますか？ふぅ、前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。しっかりつま先真上向けましょう。きつすぎる。そろそろバテてくると思うので、最後の10秒サボったりとか、再生速度で調整して自分が完走できるペースでやっていきましょう。オッケー。ふぅ。そしたらこうやって、足は楽に曲げておいて、右手を上げて内外にしっかりねじっていきましょう。ふぅ。ねじる。ねじる。呼吸は止めないようにしましょう。ふぅ。指先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、手を上げたままねじるとめちゃめちゃ伸び、効きます。ふぅ。で、一応ですね、皆さんが見やすいように、各種目と種目の間の秒数とか、
体勢とかね、いろいろ意識して撮影してるんですけど、もし見づらいとか、もっとこうしてってあったらコメント欄でぜひご意見お待ちしてます。 OK、 そしたら次は、右足を前に出します。こんな感じ。これで内もも使って左足上げる上げる。ふ、内もも使う感覚ありますか？ゆっくりでいいから内もも意識しましょう。この右足きつい人は後ろについてこれでもいいです。内ももを使うことが目的です。ふう、きつい。頑張って頑張って。皆さんついてきてますか？サボっていいですからね。ふう、もしかね、途中で一回止めて水分補給したりしても全然いいと思います。で、この次の種目からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せに移動しますよ。OK、じゃあスマホを手に持ってうつ伏せになりましょう。で、スマホは顔の前置いておきましょう。で、耳の横に手をついて、ぐっと肘伸ばす。上半身を反らせて、腹筋のストレッチです。お腹伸びる感覚ありますか？きつい。腹筋がね、伸びる感じあればそれで OK。もし腰が痛かったら、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎上に持ち上げると腹筋が伸びてくると思います。腹筋伸ばすことが目的なので、腰が痛かったら無理しないでください。腰痛いまま無理してもね、いいこと一つもないです。OK。そしたら上半身、こんな感じで寝かせちゃって、左足を右こっちに持ってきます。左のお腹、ここ伸ばすことが目的です。肘はね、両方床につけたまま、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばすと、お腹が伸びてきます。で、最近ね、コメントで、これ、うまくお腹が伸びませんって声いただくんですが、肘をちゃんと床につけて、つま先はなるべく遠くに向かって引き離すイメージでやると伸びてきます。ただ肩腰痛い方絶対無理しないでくださいね。お腹が伸びてればそれで OK。呼吸は止めないようにしましょう。ふぅ。よし、OK。次逆行きます。上半身は寝かせておいて、右足を左に向かって持ってきます。右のお腹伸びれば OK です。肘は床つけといてくださいね。呼吸は止めないようにして、腰が痛い方は絶対無理しないでください。で、それ以外もね、きつかったらどんどんサボっていいです。再生速度調整してもいいですからね。絶対無理だけはしないで、こう最後までね、完走することとか、この日々の習慣にこのズボラストレッチしていくことのがよっぽど大切です。一回だけ無理して頑張ってもね、いいこと全然ないので、まあ、緩くズボラにサボらずいきましょう。サボらずじゃないな。習慣化していきましょう。OK。そしたら、また上半身、こうやって寝かせたままですね。かかとをお尻にタッチするイメージで、パターパターしていきましょう。この裏ももとお尻の境目、動く感覚あればそれで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。動く感覚ありますか？裏ももお尻の境目。これね、余裕があればこうやってスピードアップしてもいいですけど、それよりも、ちゃんとかかとをお尻に近づけて、裏もものとお尻の境目、ここをね、動いてるな、力入ってるなって感覚を確認してほしいです。よし、 OK。 そしたら、膝同士しっかりつけたまま、お尻の穴締める練習です。お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴を締めるときに内ももも使います。ずーっと力入れっぱなしじゃなくて、ギュッと締めたら緩める、ギュッと締めたら緩める。ふう、繰り返しましょう。ちゃんとお尻の穴締めると内ももも効きますからね。きつい、頑張って。で、この次の種目四つん這いなので、スマホ床に置いたままで大丈夫です。よし、 OK。 四つん這いになりましょう。よし、じゃあこんな感じで四つん這いになったら、目でおへそを覗き込むように腰を丸める。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。繰り返していきましょう。これで最後の種目です。最後に一緒にね、柔軟性チェックやってビフォーアフターの違いが実感できるようになってますので、ぜひね、どうだったかコメントで教えていただければと思います。きつい。最後まで呼吸止めないで頑張って頑張って。あと少し反らせて、しっかり丸めて OK。 じゃあ最後、枕外した状態で柔軟性チェックやってみましょう。よし、上向きに寝ましょう。で、
膝90度に曲げて右に倒します。外もも床につけて膝同士つけたまま、この左の肩甲骨、左肩が床につきますか？どうでしょう？ビフォーアフターの違い感じられてますか？僕はかなりね、床に近づくようになりました。で、膝同士離さないでくださいね。外ももも床につけたまま肩がつくかどうか、どうでしたか？逆も一緒にやってみましょう。膝90度ぐらいに曲げて左に倒します。外もも床につけて、膝同士つけたまま、この右の肩甲骨床につくかどうかやってみましょう。どうでしょうか？外もも床につけて膝同士離さないでくださいね。ふー、ビフォーアフター感じられましたか？ぜひコメントで結果教えてください。で、この動画で物足りない方は追加のストレッチ概要欄に貼ってます。最近ツイッター、インスタ毎日更新してますので、ぜひフォローお願いします。オッケー、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。ここまで頑張ったら全然ズボラじゃないです。自分に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張れ。